ボーイです。お願いします。ありがとうございます。ね、今、警察手帳をいただきましたけどもね、ありがとうございます。ありがとうございます。こんなん何歩あってもいいですし、ないですからね、これが。ありがたいですよ。ありがとうございます。ね、えておりますけどもね。いや、ちょっといきなりですけどね、あの、うちのおかんがね、警察の人からええもんもらったらしいんやけど、その名前をちょっと忘れたらしくてね。ええもんもろたのに、名前忘れてもうて、どうなってんねん、それは。いや、ほなね、俺が一緒に考えてあげるから、どんな特徴を言うてたかって教えてみてよ。なんかおかんが言うにはね、あの、交通安全に役立つやつで、夜になったら車のライトが当たって光るやつやってるよな。おー、反射材やないかい。その特徴はもう完全に反射材よ。反射材ね。反射材はね、車のライトが当たったらピカッと光って目立つんやから、すぐ分かったやん、こんなんもん。ちょっと分からへんねんな。何が分からへんのよ。いや、俺も反射材やと思ってんけどな。そうやろ。おかんが言うには、それはめちゃくちゃ有名なブランドのやつで、一つ何十万もするっていうねんな。ほな反射材と違うか。反射材はね、100均とかで売ってくれてるから誰でも買えるんやから。反射材と違うかな、ほんなら。あれ、ほらもうちょっと詳しく教えてくれる。なんかたまに警察の人がポケットティッシュとかと一緒に配ってくれてるらしいねんな。反射材やないかい。な、警察の方がタダで配ってくれると言ったら、ポケットティッシュか反射材しかないんやから、反射材に決まりよ、そんなもん。でも分からへんねんな。なんで分からへん、これで。いや、俺も反射材やと思ってんけどな。そうやろ。おかんが言うには、キーホルダーとか自転車のタイヤについてたり、いろんな種類があるっていうねんな。もう反射材やないか。だからね、反射材はね、少しでも多くの人につけてもらうために、いろんな種類のものが作られてるんやから、これからの季節ね、夜や朝方に出かけるときは反射材を身につけて目立って交通安全、これが常識ですよ。反射材を。だからもう、そういえばそれお金に今日もらってきてんのよ。え、これやねんけどな。え、絶対反射材やないか。もうええわ。どうもありがとうございました。